どうぞ。社長、こんにちは。おお、悟空じゃないか。お入り。よく来たね。西遊記はどうかね。とっても素晴らしいですよ。うん、それはよかった。ファンがみんな待ってることだし、ちょっと頑張ってやってくるよ。任しておいてください、社長。昔々その昔、唐の国の山奥で石から生まれた不思議な猿孫悟空、そして猪八戒沙悟浄など奇妙な顔ぶれのお笑いトリオを中心に、この物語は底抜けのユーモアと明るい笑いを振ります。その一コマ一コマは200人に及ぶスタッフの優れた技術と若い豊かな情熱によって創作され、全く新しい構成で多彩な登場人物を配して繰り広げるスリルとサスペンス、暴れん坊孫悟空が巻き起こす奇想天外なミュージカルドラマである。ボンボコボン、キャッ、ボンボコボン、キャッ、勇気を出してザンブリコ、ザンブリコ、ザンブリコ、それザンブリコ、飛び込んだやつはわしらの仲間の王様じゃ。長い旅路の果て、三蔵法師の友をして天竺の国へ。どこの国の誰にでも愛される東映の漫画映画、斬新な技術によって市場に満ちた幻想の世界へ誘う。さすがの孫悟空も可憐なガールフレンドリンリンには弱いところがあったという。
ミミミミ来ちゃいけない。リンリン、悟空は三蔵の友をして天竺まで行かねばなりません。